ここが会場か。おい、東也、本当にやる気か？ああ、こういったことに挑戦するのは初めてだが、受け負ったからには全力でやるつもりだ。お前、生真面目にも程があんだろ。あんな無茶な頼み断ったところで、って言ってもどうせやるんだろうな、お前は。たか、朝の自主練が一段落したから、メイコさんのカフェで一息つくところだったってのに、あの野郎、東也に面倒ごと押し付けやがって。よし、そんじゃここらで休憩するか。そうだな、喉が渇いたから飲み物でも買ってこよう。それならあっちに行くか。新しいメニュー増やしたってメイコさんが言ってただろ。ちょっと食ってみたいのがあるんだよね。ああ、そういえばそうだったな。確かエクストラホイップパンケーキだったか。俺には少し甘そうだが。ん？電話？サキさんから。サキさん？誰だ？司先輩の妹さんだ。前に少し話したような気もするが。おお、そういやひな祭りの時にあいつの妹が開いたパーティーに行ってきたとか言ってたな。しかし、サキさんから電話がかかってくるなんて珍しいな。何かあったんだろうか。もしもし、青柳です。あ、東也くん、よかった、つながって。どうかされたんですか？実はちょっと東也くんにお願いしたいことがあって。お願い？その、もし時間があったらなんだけど、お兄ちゃんの代わりにアルバイトに行ってもらえないかなって思って。アルバイト？というと、あのフェニックスワンダーランドのアルバイトですか？あ、ううん、そっちじゃないの。お兄ちゃんね、フェニックスワンダーランドが定休日の時、たまにエキストラのアルバイトをやってるんだ。スターになるなら場数を踏まねばって。それで今日がそのアルバイトの日だったんだけど、お兄ちゃんがね、体調崩しちゃったの。体調は大丈夫なんですか？うん、病院に行ったらただの食当たりだって言われたみたい。でもずっと痛がってるから今日はお休みしたらって言ってるんだけど、スターたるもの、この程度の仕事に穴を開けられるかって。全然聞いてくれなくて、無理に出かけようとするの。それは責任感が強い司先輩らしいですね。でも今は玄関の前でお腹が痛いってうずこまってるんだ。エキストラの派遣会社の人に電話してみたら、代わりの人がいれば大丈夫って言ってたから、代わりが見つかったらお兄ちゃんも休んでくれるかなって。あ、でもすごく急なことだから、無理なら断ってもらって全然大丈夫だよ。ですが、他に頼むあてはあるんですか？頼めそうな人はあんまり。男性のキャストさんじゃないとダメなんだけど、私、男の子の知り合いあんまりいなくって。東也くんにかける前にお兄ちゃんと一緒にショーをやってくれてる人にも電話してみたんだけど、全然繋がらなくって。そうですか。お兄ちゃん、無理して動いちゃダメだよ。今代わりの人探してるから。あ、どうした東也、なんかあったのか？すまない、アキト、やることができてしまった。あ？わかりました、俺が代わりに行きます。え、本当に？ありがとう、東也くん、すっごくすっごく助かるよ。いえ、司先輩にはいつもお世話になっていますから。おい東也、代わりに行くって何の話だ？あと、今あいつの名前がチラッと出たような気が。
標なんだが、司先輩の代わりにエキストラのアルバイトに行くことにした。は？エキストラのアルバイト？いや、つがなんであいつの代わりに東野が行くことになるんだよ。体調を崩されてしまったらしくてな、サキさんが代役を探しているんだ。俺は司先輩に何度も助けてもらっているから、これくらいの恩返しはしたい。でも東野は芝居なんてしたことねえだろう。それでエキストラなんて本当にできんのか？ああ、確かに俺では力不足かもしれない。だがそれでもできる限りのことを精一杯やろうと思う。精一杯ってお前。あ、どうやくお兄ちゃんがこの礼は必ずって叫んでたよ。そうですか。では司先輩にお大事にとお伝えください。うん、あ、アルバイトの場所とかやることについてはお兄ちゃんからメールで送ってもらうね。わかりました。よろしくお願いします、サキさん。おいおい、練習日にすまない、アキト。今日の遅れは必ず後日取り戻す。まあこうなったらお前はテコでも動かねえだろうからな。行ってこいよ。ありがとう。それじゃあ行ってくる。しかし本当にやれんのか、結婚式のエキストラなんて。カーボン抵抗器は、うん、予備も入れてこれくらいかな。ああ、圧着端子も買っておこうか。うわー、すごいすごい。こういう部品がルイ君の舞台装置になるんだね。面白いなだろ。よければレン君も一緒に作ってみるかい？あの、空に飛ばすロケットみたいなの作ってみたい。もちろんいいよ、一緒に作ろう。そうだ、せっかくだし大きめの射出装置を作って飛んでみるかい？え、飛ぶって司くんみたいに？ああ、きっと気持ちがいいと思うよ。司くんいつもキャーって叫んでるけどな。さて、それじゃあ世界に行って組み立てをしようかな。レン君、スマホを使うからちょっとごめんね。あれ、ずいぶん電話が来ていたみたいだ。買い物に夢中で気づかなかったな。電話は司くんの妹さんと司くんから。おっと、司くんからだ。もしもし。資料のような重いうめき声が聞こえるけど、司くんの声ではあるようだね。どうしたんだい？アルバイト？ああ、前に言っていたエキストラのことかな。司くんの代わりに青柳くんが？それじゃあお大事に。たまにはおとなしく寝ているようにね。司くん、どうかしたの？今日行く予定だったエキストラのアルバイトに腹痛で行けなくなってしまったみたいなんだ。それで司くんの妹さんが青柳くんという司くんの後輩に代役を頼んでくれたみたいなんだけど、司くんは芝居の経験のない青柳くんが困っていないか心配になったらしくてね。できれば様子を見に行って、もし必要そうなら代役をしてほしいと言われたんだ。そうだったんだね。それでルイ君は見に行くの？まあ、司くんはできたらでいいと言っていたし、文化祭で話した限り青柳くんはしっかりしている子のようだ。それに現場で演技指導をしてくれる人もいるみたいだから、僕が行かなくとも問題はなさそうだけど。そうだ、レン君、結婚式を見たことはあるかい？え、結婚式？
台本で読んだことはあるけど、実際に見たことはないな。でも、なんで急に？なら決まりだ。一緒に行こうじゃないか、レン君。きっと、ショー作りの参考になるはずだよ。